呪いは、人、または、霊が、物理的手段によらず、精神的あるいは霊的な手段で、悪意を持って、他の人や社会全般に対し最悪や不幸を、もたらせしめようとする行為を言う。特に人が人を呪い殺すために行うものは、古来日本では嘘、あるいは対象を、悪とみなして滅するという建前の上で長伏と、言われることもあった。呪う、という言葉は、祝死と、 語源的には同じで、ノルに、反復、継続の助動詞、譜が接続したものであり、古代の言霊信仰に由来するものと思われる。日本ではすでに死んだ人、動物や心霊がなす呪いを特に、たたりと呼び分けることが多い。呪術とも関係が深いが、呪術という言葉は意図及び結果の善悪に関わらず、用いられるのに対し、呪いという言葉はもっぱら悪い意味で用いられる。 呪いは生きた人間による場合には、呪文、祈祷、その他の言語的、呪術的、または宗教的な行為によって行われるとされることが多い。具体的には、宗教、文化的背景によって様々な違いがあり、神、悪魔その他の強力な霊の力を借りてなされると考えられたり、あるいは自己の霊能力によると考えられたりする。日本では、牛の時参りが、 呪術的な行為によるものの代表的なものである。また、神話、伝説、物語などにおいては、登場人物が魔法使いなどによって呪いをかけられ、動物に変身したり、眠りに落ちたりする例が多く見られる。俗に、単なるジンクスを何かによる呪いと考えて、例例の呪いと呼ぶこともある。現代日本の法体系は、超常現象を前提としていないため、 図素それ自体は不能犯であり、処罰できない。ただし、蒸気の牛の時参りにも使われてきた藁人形を見せつけるなどして、相手に呪っていることを知らせて、脅迫罪やストーカー行為等の規制等に関する法律違反の容疑で摘発された事例がある。図書の効果を肯定する立場では逆に、他人に知られると効果がないと信じられてきた。古代では、図書に該当する孤独縁味 フム氏は、養老律料続投律などに処罰対象と、規定された禁止、違法行為であった。井の上内親王のように、他人や国家を呪ったとして罰せられたり、失脚させられたりした騎人や僧侶、呪術者もいる。一方で、朝廷は、上平天行の乱、現行といった反乱や侵略に対しては、進廷のための長庫を有力者時に命じている。多くの人に、 呪いとして理解されていたり語られたりしている例をいくつか挙げる。史実ではないと思われる神話や伝説、物語、都市伝説等における呪いを含む。そうした伝承や古典文学を含めて、呪いは現代に至るまで、怪談や怪奇ホラー系創作のテーマや、超常現象に見せかけたミステリーのトリックの材料などとして、繰り返し登場し続けている。 その他1900年代頃からのモノ近代のスポーツに、まつわるジンクスノロに関することわざ、ありがとうございます。